undercover. Hey, me my mate. Yes, 나는 지금지 okay. まだ先は長そうだな。あの方が果実を手にすれば全てが終わる。あのムンドゥスですら果たせなかった人間界の支配をも、あの方ならば必ずや。マルファスだ。奴とは戦えねえ。もう俺たち完全にガス欠だ。分かってる。ここはやり過ごすしかない。どうにかな。厳しいな。補給なしでどこまで行けるかだ。はい、ハニー、呼んだか。危ねえだろうが、引き殺す気か。文句があるならレディに言ってくれ。運転手はあいつだ。で、そんなことより、ご注文は。出ておいで。油断しすぎじゃねえの。スパーダの血族か。だが貴様はもはや力を失った抜け殻よ。人間の分際で私に勝てるなどと思わぬ方がいいな。おい、人間なめんなよ。気な、たっぷり感じさせてやる。面白いではないか。なぜそこまでの力が。もう出てきていいぜ。借りができたな。引き返せよ。その体じゃきついだろ。ダメだ、行かなくては。何として。おい、V、無茶すんなよ。休めって。すまんが、肩を貸してくれ。おい、なんでそんな。頼む。
俺の最後の願いだ。ったく。ダンテに先を越されちまうぜ。思わないでくれよ。俺の獲物だ。遠くに寝ろ。お前には任せられねえ。立ち去るわい。この門は魔界の王しか通ることはできぬ。立ち去るのだ。ああ、落ち着けよ。え？どっかで見たようなワンコーだな。グラを知る気か。下等生物が。鎖が短すぎるんじゃねえか。来いよ、ワンちゃん。散歩してやる。ほれ、どうした。かつて我が同胞を撃ったか。だが我は天元族の王よ。あまたの同胞とは格が違うのだ。貴様の肉を食らい尽くし、骨まで平らげてくれよ。確かにパワフルだな。こりゃ散歩も大変だ。来な。一番乗りだ。悪いな。本当、俺も守られたかった。しかし俺は一人で生き延びるしかなかった。ゼイ、少し休め。出ろ。お前には教えてやる。ユリセンなどという悪魔はいない。奴は力を求めたがゆえに人の心を捨て去った。ダンテの兄なのさ。兄？そうだ。本当の名はバーチル。
いつが例の木の実か。うまそうには見えねえな。そう、ここが始まりだ。俺は母さんに救われたが、お前は違った。だが母さんはお前も救おうとした。お前を探してたんだ。死ぬまでな。もはやそんな話に興味などない。この場所にもな。所詮全てこの果実が生み出した幻に過ぎぬ。俺が欲するのは力、それだけだ。これで俺は望んでいた全てを手に入れる。違うな。お前は今失ってんだ。最後にほんの一かけら残っていた。人間らしさをな。くだらん。そんなものは力なき者のざれ言でしかない。どちらが正しいか俺が思い知らせてやろう。ダンデ兄弟で殺し合ってるのか。これも己の正義を証明するためだ。相手が家族だろうと戦うより他ない。イカれてやがる。兄にとっては弟が、弟にとっては兄の存在が戦う理由なんだ。遅かったな。もう終わるとこだ。あれが兄貴か。一応な。じゃああんたの家族が全ての元凶か。その通り。やはり勝てなかったか。貴様。ブイ、下がれ。そろそろとどめを刺すぞ。いや、待て。俺がやる。最後くらいは俺が自分自身の手で。俺に抗えないようではお前に勝ち目はない。俺は負けん。ダンテに、奴にだけは力が欲しい。もっと力を。わかるさ。俺はお前だからな。俺たちは互いを失った。だがその思いだけは繋がっていたんだ。何時が枝は我が枝と交わり、我らが根は一つとなれり。
どういうことだ。バージル、まさか舞い戻ってくるとはな。往生際が悪いんだよ。手を出すなよ。今のお前に勝っても意味はない。せめえバージル、かかってこい。まずは出直して傷を癒せ。決着はその後だ。世話になったな。クソ。今のが兄貴か。V はどうなった？戻ったのさ。自分にな。お前も帰る。もう満足したろ。ふざけんな。こっちは右腕をやられてんだぞ。やつは俺がやる。もともと俺の獲物なんだな。この後に及んでのけ者かよ。いいから帰れ。出たよ。足でまといか。もううんざりだぜ。違う、そうじゃない。じゃあ何だよ。お前の親父だ。何、まさか。初めてお前に会った時から予感はしてた。お前がヤマトとこうして確信したんだ、ヤツの息子だと。ろくでもない親父だが、お前が殺すことはねえ。あの日、もし立場が逆だったら、俺たちの運命は違ったのか。俺もお前も、もっと別の。終わらせよう、ダンテ。戻ってきやがったのさ。バージル、どうして。ダンテ、レディーに頼まれて作ったもんだが持っていきな。ちょっと勝手に。おいおい、喧嘩は後だ。お前らは急いで避難しろ。俺はあのクソ野郎と戦争だ。さすがに手こずりそうだな。ジャパン